はい、それではパンドラの塔をやっていきたいと思います。今回はグレンの塔の主部屋へ向かいたいと思います。さあ、主部屋の前までやってきました。どんなボスなんでしょうか。行きたいと思います。ドキドキ。マジで緊張しますね。うわ、いやどうしよう、本当に緊張する。来ましたね。うわー、もうこれなってる。うわこう引っ張って、どういう攻撃してくるんだろう、わかんないから。待って、これ多分ね、乗ってなきゃダメなんじゃないかな。なんかそういう攻撃仕掛けてくるでしょ。どういう攻撃仕掛けてくるんだろう。あ、なんか来そう、なんか来そう。やっぱりなんか来ると思った、なんか来ると思った。どうすんの。引きちぎる。真ん中だよね絶対。あれ、ここじゃない、真ん中だと思うの、真ん中だと思うんだけど。やばい、真ん中だよね、真ん中だったよね。あれ、ちょっと待って、ここじゃないんだよ、ここじゃないんだよ、ここじゃないんだけど。うわ、やばい。あれ、真ん中、ちょっと待って、上に一回避難しよう。うわあ、やばい、きつい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 。ちょっと待って、いや早速やばいよ。なんか、あ、連結させるのか、これも違う。なんか紙片とかを読み返した方がいい気がするな。一回ちょっと手前に戻ろうか。炎に包まれてる時は無敵としか書いてないから、だから今絶対無敵なんだよね、やつは。炎に包まれてる時が無敵なんだけど、それはわかるんだけど、でも炎に包まれない時ってないよね、溶岩だから。どうしたらいいんだろう。なんかできるはずなんだけど、けど、あ、もしかして炎を消さなきゃダメなんじゃないか。今炎消せるよね、消したよね炎。引きちぎりで、待って、この炎を消せてるよね。この手の炎消えてない、消えてる気がするんだよね。ほら、なんか払ってるよね、この手が消えてんだよ炎が。あ、片側だけ消すのかな炎。やばい、危ない。右側消えてきてない、右側消えてきてない。ちょっと待って、やばい、それダメ、ダメなやつ、それダメなやつ。消えてきてる気がする、でも本当に。やばい、消すのかも、マジで。これで消えないかな。あ、あ、消えた消えた消えた、炎消えてる。
もしかしてこれでずっと鎖やってると消えるのかも。あ、消えた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 。なるほど。やばい、急げ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 。あ、食らっちゃった、やばい。あ、でも分かった分かった分かった、多分そういうことだ。いや、分かった分かった分かった、これで炎消すんだ。それで、あ、やったやったやった、消えた消えた。オッケー、分かった、これで消せる、炎消せる。次来る。消えた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 、来た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 、やっとわかった。いける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 、マックスでやる。よし来た。もう一回、あ、できない、もう無理か。わかった倒し方、わかった。よし、これいける。炎を消せばいいの、わかった。よし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 。いや、わかった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 、危ない、これ炎が消える。おお、ドキドキする。待って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 、危ない。2回鎖、違う違う違う、それじゃない。よし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 、いいよいいよいいよ。あ、緊張してきた、やばい。オッケーオッケー、あと顔、これで顔の鎖が溶けるでしょ、鎖じゃない、炎が。オッケー、来た来た、わかった。今回わかるの結構早かったと思う。よいしょ、オッケー、来た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 。あ、怒ってる怒ってる、すごい怒ってるよね、だってもう半分減ってるもんね。あ、でもこっちも回復しとこう。よし、わかった、あー、わかった。ふー、だから炎を消す間は逃げれないから、よし、オッケー、やばい、オッケー。おお、すごい攻撃仕掛けてくるじゃないの。あ、なにこれなにこれ、いやー、嫌な音しちゃった、まずい。あ、消すのに結構時間かかるね。あ、次、やばい、どっち、あ、こっちだ、届かない。 OK、 OK、 来た、 OK、 最大最大最大、早く早く、よし、だいぶ減っただいぶ減った、オッケー、追加攻撃できた、回復しとこう、これいける。いや、今回本当に分かるのが早くてよかった。すげえ緊張してるよ。どっちから攻撃仕掛けてくるかが分からない。あ、やばい、新しい攻撃もしてくるね、やっぱり。あ、追尾じゃんそれ、追尾は無理、やばい。 OKOKOK、 ふぅ、ドキドキする、燃焼系きついな。 OK、 もう一回もう一回いける、ちっちゃいの、おし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 、これいける気がしてきた。うわ、あとちょっとだ、あと1回できれば、ここで失敗しなければいける。待って、うまくいってない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 。え、なんか新しい攻撃してくる。え、すごい集中してるけど。いやー、でもね、あの紙幣は結構いいヒントだった今回、本当に。あ、やばい、よし、あ、ここで一回上に避難、待って、避難できてない避難できてない、違うの、引きちぎりをしたいわけじゃないの。 OK、 待って、あの2回攻撃ができてない。あ、待って、死にそうじゃん完全に。
やば、回復できてない、回復できてない、これじゃない、回復できてない、待った、回復、危ねえ、危ない、ダメなやつ、ダメなやつ、食らっちゃダメなやつ、うわすげえ食らった、あ、なんかダブルで攻撃してくる、うわやばい、焦るな焦るな、うわすごい焦ってる今、わこれ絶対食らえないやつだね、やばい、オッケー、あ、ダメダメダメ、一回上一回上、避難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 、ふぅ、あの燃焼攻撃が消えたら一回攻撃しよう、わぁ超追っかけてくるよ、どうしよう、やばいダメじゃん、食らってんじゃん、待って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 、回復したいんだけど回復薬がない、あ、回復薬なくなっちゃった、やば、これは無理かもしれん、これ一回逃げよう、あ、落ちちゃった、うわ死んじゃった、嘘でしょ、あー賢者の石、うわ何何何何何、あ消えた、なんだあとどこだ、顔か、顔、え、あとどこ、体も、うわマジで、あ、あと横か、ここか、うわオッケー、あと1個あと1個、うわ2個になった、まずいね、相当まずいねこれは、あの燃焼攻撃さえ消えれば OK、 消えた、今チャンス、今チャンス、相当チャンス、消えた消えた消えた、今チャンス、今チャンスなんだけど、待って違う、今チャンス今チャンス今チャンス、ここ逃したらもうない、あー逃したうわ復活しちゃったよ、焦って2回攻撃をねやり忘れるっていう、やり忘れるっていうかね、ポンポンってやんなきゃダメなのに逃しちゃうの、よし OK、 鎖回収で出るまではちゃんとに、ちゃんとにじゃない、ちゃんとやんなきゃダメ、あれ鎖回収してない、鎖回収しなきゃ、やばいやばい、これダメこれダメ、食らう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 回復ないんだよ、あと1回あと1回、早く早く早く、うわダメだダメだ、これはダメ、回収する1回、危ない、あ食らってる、あ、死んじゃった、うわ、でもこれもう燃焼で無理でしょう、あと顔だけだよね、うわ両手攻撃はきついな、来た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 嘘でしょ、いけんのこれ、いやもう完全に諦めてた、もう一回再チャレンジって思いながらやってたわ、
でもね、重火しちゃったんだよ多分、時間的に。いやマジで本当に泣きそうなぐらいに、マジでやばい。うわ重火しちゃったよねこれ。うわーやっちゃったね。いや途中だいぶ焦っちゃったからね。主を倒し鎖が力を取り戻した。はあ、いや緊張した。でもどうにか倒すことはできたけど、うわ重火しちゃったな。帰るのなんかすごい申し訳ない。どう？お帰りなさい。あれ？重火してない？エンデ、顔色悪いよ。早く休んだ。間に合ってる。間に合ってる。やばい。よかった。間に合ってる。間に合ってるよ。13不動って何のために作られたのかしら。あんなに巨大でまるで爪痕が。いやちょっと待って、今ねものすごい顔が熱い。顔が熱い。これを解読する。あーよかった。じゃあ主肉渡します。主の肉、これを食べれば。今回もいろいろと思い出すんじゃない、思い出すっていうか何か見えるんじゃないか。さて何が見える。今日もこれだけだ。食料が手に入らなくなってきたな。戦争がひどくなってから。仕方ないわよあなた。大丈夫、野菜くずで作ったスープがあるわ。とても薄いけど。さあルチル、またね。ねえ、パパとママの方は？パパはお腹いっぱいなんだよ。ママもよ。大人はお腹空かないの？そうよ、僕すっごいお腹空いた。ルチル、お腹いっぱい食べて大きくおなり。うん。これから戦争がひどくなった食料の入手も今よりもっと辛くなるだろうな。そうね。でもこの子のためにも平和になるまで私たちで何とかやっていきましょう。誰？ルチル、誰だろう。貧しい家庭の戦争時の様子ですよね。戦時中の様子が見えて、男の子の名前はルチルというのが分かりました。というわけで今回はこの辺にしたいと思います。いやマジでドキドキした。なんかあの炎の主だったんですけど、マジで今まさに自分がもう炎に包まれたレベルに熱いです。それでは次回もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。皆様ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。パソコンの方はこちらのアイコンをクリック、スマホ、携帯の方は画面下のボタンをクリックしてチャンネル登録をお願いいたします。